じゃなかったな。負けた。ほっといてちょうだい。旦那様、ご用は何ですか？清掃の書の研究は我々に課せられた神聖な任務だ。予言が書かれた古の巻物から我々は未来を読み取る。そしてその知識を皇帝のために使うんだよ。白金の塔の書庫に加える巻物を探して、時に我々は世界中を旅することもある。私がスカイリムに来たそもそもの理由がそれなんだよ。帝都の中心部にある巨大な塔だ。タムリエルで最も高い塔の一つだよ。その下層部は帝国議会の本拠地で、中層部は生産会が占有している。最近のアルドメリ自治領との戦争で損傷を受けたせいで、塔は以前の姿を失ってしまったが、いつか修復されて過去の勇姿をまた見せてくれるといいね。望み通りというわけではないがね、生涯の数十年を清掃の書の研究に費やしたが、まだわからないことが多すぎる。生産会の仲間たちも同様だ。書がどこの誰によって書かれたのか、我々の中で知っている者はいないよ。わかっているのは、清掃の書を読む才能を持って生まれてくる者たちがいるということ。選ばれしそのわずかな者たちは、書に記された過去と未来の出来事を読み取ることができる。ただし、それと引き換えに何も見えなくなる運命が待ち受けているが、これ以上話せることはないよ。今日においてもなお、清掃の書は大きな謎に包まれているからね。旦那様、書の件に関してはもうお手伝いできそうにありません。お怒りにならないでください。
最初の章を早く読みたくて、ちゃんとした準備を怠ったのです。自業自得ですよ。この包帯を見ればお分かりだと思いますが、やりたくないのではなく、できない体なんです。旦那様、お願いです。お許しを。そんな奇跡が起こせるなら、不可能を可能にしてあなた様を喜ばせるのに。あなた様の手にかかって死ぬのは本望ですが、書を読む別の方法をできれば教えて差し上げたいです。旦那様、ありがとうございます。タムリエルのあちこちには先人の湿地と呼ばれる人里離れた場所が存在している。スカイリムにおいてはパインフォレストにその一つがある。その湿地内で生産の儀式を行えば、探している答えが見つかるだろう。それにはカンティクルの木から樹皮を慎重に剥がす作業が含まれる。そうすることによって生産が集まってくるんだ。生産が十分集まれば、書の解読に必要な第二の資格を身につけることができる。伝統に従ってドローナイフと呼ばれる特別な道具を先人の湿地で使用するんだ。生産の僧侶はみんなこの儀式について教わるが、実行する者はほとんどいない。うまくいったら幸いだよ。私が見たものから判断すると、上妙の者の血による神への反逆を予兆する清掃の書が予言の根幹となるはずだ。残念ながらそうだ。清掃の書を読むならば、目にした運命そのものをたどることを覚悟しなければならない。それが生産の僧侶の身に起こるのは通常晩年だが、私の場合は準備を怠ってしまったんだよ。生産の書の解読は単なる本読みとは大違いだ。非常に儀式的なものだし、集中力も必要とする。書を一冊読み終えるのに数ヶ月、時には数年かかるんだよ。しかもその後の回復にさらに数ヶ月を要する。残念ながらそうだ。それが生産の僧侶の身に起こるのは通常ば。はい、旦那様、ごよもうお分かりだと思うが、我々が生産の僧侶と呼ばれてるのにはちゃんとした理由がある。清掃の書を読むときは、生産の声に耳を傾けることが常に重要だ。カイコが本当に書を読むわけじゃなくて、カイコは古代魔法への架け橋となって、生産の僧侶が書を解読するのを可能にするんだ。先人の湿地を見つけたら耳を澄ませる。すると彼らの歌が聞こえるだろう。優しくて調和の取れた歌声が。この先人のコーラスを通じて、カイコは原始の預言者となり、書の解読における架け橋としての役割を果たす。生産会は生産の僧侶の身近に置かれて初めて架け橋となり、その予言の力を共有できるんだよ。これを実行できるのは僧侶の中でも回復力が最も高い者のみだ。それに調和の解釈には何年もの鍛錬が必要になる。
君はここまでたどり着いて清掃の書をいくつか発見した。信じられないかもしれないが、書には意思があるんだよ。君が発見者になれたのは、書がそれを望んだからだ。つまり君は先人のコーラスを聞く運命にあるというわけだ。それが真理を得る唯一の方法だよ。清掃の書の解読は、書を一冊読み終えるのに数ヶ月、時には数年かかるんだよ。しかもその後の回復にさらに数ヶ月を要する。